今日はカリフラワーのナムル風作っていきたいと思います。まずはカリフラワーは小房に分けて、今日は下茹でしないでサラダ油でまずは軽く炒めていきます。全体に油を回して油が回ったらお水を一回しかけて、コリコリに仕上げていきたいと思います。はい、炒め蒸ししている間に調味料を混ぜていきます。はい、お塩、醤油、最初はニンニクのすりおろし、はい、お酢、はい、ごま油、調味料の方は海苔をちぎって入れます。海苔なくてもいいんですが、ちょっと淡白なので、海苔の風味を加えて、しっかりとしたおかずの一品に仕上げていきます。火を通しすぎずコリコリの食感を残したカリフラワー、熱いうちに調味料の中に入れて、よく和えてお皿に盛って完成です。簡単な料理、毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。